今日はね、ちょっと報告があります。今ね、ここガレージに来てるんですけども、郵便がね、来たんですよ。で、郵便がカリフォルニアの方からね、郵便が来て、ここに今日ね、こうして郵便ね、これ今から皆さんの前で開けます。さて、何が出るのでしょうか。お待ちください。はい、じゃあここにね、はい、ここにね、ちょっとね、分厚い郵便がありまして、でこれをね、ちょっと開封します。ステッカーが入ってます。何でしょう。はい、日本で有名 YouTuber のおじとらさん、トラック YouTuber のおじとらさんのステッカーが来ました。他にもね、この中にまだ何か懐かしい日本の郵便番号の封筒ですね。はい、封筒の中に、はい、あれ、なんかいっぱい入ってます。はい、小さいステッカーですね、おじとらさんの。それから大きいステッカー、デザインはね、一緒ですね。ただ大きさが違って、それとこっちの何ですか、群馬、漢字読めません、なんとか船団、これもおじとらさんのステッカーですね。はい、これカリフォルニア経由で、これね、カリフォルニア経由で来たんですよ。で、以前ね、おじとらさんと DM で話した時は、直接、僕のところにね、送ってくれるって言ってたんですけど、ちょうど、コロナの影響で、日本から荷物がね、郵送できなかったんですよね。それで、先月から、アメリカから日本に郵送ができるようになって、で今回は僕のね、ツイッターのフォロワーさんで、カリフォルニアに住んでるクニさんっていう人がいるんですけども、その彼経由でこちらの方に、だからおじとらさんがカリフォルニアのそのクニさんのところに送ってくれて、でクニさんから僕の方に、イリノイのね、こちらの方に郵送で送っていただきました。どうもありがとうございます。それでね、このステッカーを本当だったらトラックに貼りたいんですけども、僕の乗ってるトラックはもう毎日違うトラックなんですよ。それで固定じゃないので、そうね、貼るわけ、全部のトラック貼るわけにもいかないし、トレーラーもね、1日に8本ぐらい取り替え引っ替え違ったトレーラー引っ張ってますので、ね、トラクターとトレーラーに貼ることはちょっとできないのでね。だからバイクのタンクじゃなかった、バイクの後ろの荷物の入れるところにね、サドルバッグか後ろのバックパックですね、に貼ろうと思います。はい、それじゃあ今からバイクをね、ちょっとこっちのバイクを出して貼ります。見えるかな、
はい、バイクね、こういう風に今外に出しました。はい、それでですね、どのステッカーを貼りましょうかね。このちょっと小さいね、このステッカー、このステッカーをサイドバックの後ろかな、横かな、ちょっと貼ります。これね、最近全然掃除してないんですよ。だから見てください、これ虫がね、こびりついてめちゃくちゃ汚いですね。ヘッドライトの方もね、こんな感じで結構汚くなってますけども、そうですね、どこに貼ろうかな。そしたらちょうどこの辺に、この辺かな、それともここに貼りましょうか。ここがいいですね。はい、ちょっとこれぐらいかな。はい、これね、メガネのレンズをね、拭くやつなんですけど、これでね、綺麗にアルコール入ってるんで綺麗にして、右側って、はい、こんな感じでこんな感じで収まりました。はい、おじとらさん、どうもありがとうございます。ね、トラックの方には貼れないので、こうしてちょっとね、バイクの方に貼らせてもらいました。はい、それでね、こっちでね、一緒にっていうか、アメリカでトラック乗ってるね、女性のね、運転手のパンクさん、はい、そのパンクさんの分もあるということなので、はい、彼女には多分来週会うかもわかんないんですけどね、その時に手渡せれたと思っております。はい、手渡せれたとらいいと思っております。はい、それでは今日の動画はこういう感じで、こういう風にぐるっと回して、はい、ここに、ね、こういう風におじとらさんのステッカー貼らせてもらいました。どうもありがとうございました。はい、それでは今日はまあちょっと短いですけども、こんな感じで次回の動画でお会いしましょう。さよなら。